食7チャンネルでございます。今回は山城愛染園さんにお邪魔しております。山城さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、前回ですね、はい、サボテンのトゲがすごく美しくて個性的だという動画をね、はい、出したんですけど、はい、その続きということで、はい、また違ったタイプ、はい、もうね、今もう目の前に見えてるんですよ、これ、はい、何ですかこの世界観、めちゃくちゃ綺麗ですね。そうですね、はい、白と言いますか、シルバーと言いますか、はい、もう雪化粧のような、これはサボテンなんですか。はい、これも全部サボテンで、はい、トゲがあの白い毛に進化してたりとか、あのトゲザーっていう、まあ、トゲを出す器官があるんですけども、うんうんうん、そのトゲザーの根元に毛があるんですけども、うんうん、その毛が長く伸びて球体を覆い尽くしているような種類のサボテンです、はい、ここにあるのは、はい、また種類もいろいろなんですか。そうですね、まあ、基本的にはこういうふうに白い毛で覆われるので、有名なのはマミラリアとかエピテランサって言われる種類、はいはいはい、属のサボテンなんですけどもね、この手前のふさふさの、はい、そうですね、はい、これがもう典型的な、まあ、白星っていうあのサボテンなんですけど、これはもうあのトゲが完全に毛に、はい、進化して、これ触っても痛くないです、ね、はい、これ全くもうあの本来トゲであったはずのもんが毛なんで全然痛くはないですね、はい、すごい覆われてる、はい、これはじゃあ本来はグリーン色が中にある。そうですね、地肌は緑です、はい、すごいな、はい、これまたタイプ違いますけど、隣のモコモコモコってまたいっぱいついて、これは何の？こっちはこの、あの逆にエピテランサ属の、エピテランサ属、はい、まあ、かぐや姫っていう和名がついてるサボテンなんですけども、はい、これはまあトゲはあって、でトゲの根元の、はい、トゲザの毛が、あ、なるほどね、はい、根元のトゲザが白くて一応トゲは細かいのが出てる、はい、出てますね、はい、すごいな。で、あのこちらにそのマミラリアの姫春星っていうのが、うわこれすごい、はい、あるんですけども、これのその毛のタイプ違い、あの、はい、仏頭姫春星って言われてちょっとタイプが違うんですけど、これを見ると中が緑だっていうのは分かりますよね。これは同じ種類ではあるんですか。はい、同じ種類なんですけども、はい、毛の出方が違うタイプ違いです、ね、はい、いやこれすごいな、はい、面白いですね。このトゲザと言われる部分の差でこんなに違いが出てる、ね、そうですね、はい、これちなみにどっちが高いとかあるんですか。まあ、あの従来これでこれがタイプ違いなんで、やっぱこちらの方がやっぱあの、はい、ちょっとあの価値は高いです。希少なほどやっぱりこうちょっとこ そうです、ね、欲しい人っていうのが、はいはい、なるほどね、面白いな。これは玉浮菜っていう、これもマミラリア族の、はい、あ、そうなんですね、はい、玉浮菜と言われる、はい、定番品です、はい、こういうのもおしゃれですけどね。そうですね、はい、で、まあ、あのこういうこれの毛が長いタイプで、その同じ玉置菜に伝がついて玉王伝ってついた、はははは、はい、タイプもあります、はい、あ、同じ系統やのに形全然違うんですね。ね、これはちょっとね、あの背高すぎますよね、従来の形からするとちょっと、あ、なるほど、背高すぎるんですけども、あ、まあ、環境とかそういうのでもやっぱり形が変わってくるんで、はい、これかわいいですね。これは、はい、エピテランサ、さっきの言ったエピテランサ属の、はい、月世界っていう名前のサボテンです。これなんかかぶせてるわけじゃないですよね。そうですね、はい、これがもう、まあ、はい、ちょっとこれもね、背高になりすぎてるんで、はい、あの、はい、作りはあんまりいいってわけじゃないんですけども、はい、あ、いろいろあるんですね、はい、やっぱりこう個体差とか、はい、こんだけ出るもんなんですか。そうですね、やっぱりあのサボテンはそう個体差を楽しむ部分もあったりします。それぐらい、はい、いろいろサボテンは個体差を楽しむ、はい、あ、いいですね、はい、でも正直ね、これ紹介していただいてね、はい、好みと言われてもね、紹介していただくたびにこれがいい、これがいいって思ってしまうから、やっぱりどれももう惹かれてしまうね、はい、これがサボテンの魅力かなと、はい、いうことで今回はトゲを特集しました、はい、ありがとうございました。飛行機がね、はい、飛んだということでこれで終わりにしたいと、うん、はい、伊丹空港がね、はい、近くに、そうですね、はい、また皆さんお店にもね、はい、遊びに来てくださいと、よろしくお願いしますどんなエンディングやってね、はい、ありがとうございました。